上野の関栄寺の本堂の前ですけども、えー、西の比叡山、えー、東の、えー、比叡山を模して作ったので、東の栄山で東栄山、で天海僧場が開いた。で、あの、忍ばずの池、この下にありますけども、忍ばずの池が琵琶湖を模して作ってるんだそうですけども、この本堂、建物はですね、これはあの将棋隊、正義体、上野の山の戦争で焼けまして、えー、川越大師でおなじみの川越の北院の本寺堂をこちら、 本堂の前、金付き堂の前にですね、虫塚という、僕も初めて見ましたけども、えー、こちらがですね、増山、節斎の画家の、写生に使った虫を、ここへ、おさ、眠らしているという、腹の虫が立ったら、の腹の虫もここに一つ眠らしたらどうでしょうかね、虫塚という、初めて見ました。